はいどうも、オリックスそ語るチャンネルでございます。おはようございます。えー、まあ、おはようございますっていう時間ですかこれ夜中の何時今、3時半ですかえー、っと、すいません、抜け殻ですね。完全に、もう、手につかない感じでございますが、あのー、まあ、夜中の記事とか見ててもですね、 もういろんな情報が出てきてもうぐちゃぐちゃです、正直。もう目の前の一つ一つのテーマに沿ってちょっとお話ししていこうかなというふうに思いますけど。はい。あのー、中島監督が辞めました。はい。辞めました。決定ですね。もう公式でも発表してたし。GM も言うてたし。はい。辞めました。 ええと、これ上がってる時にどうなってるか分からないですけど、間違いなくですね、付随していろんなコーチも辞めるんじゃないかなとは思います。はい。あの、常々言ってましたけども、あの、中島監督を辞めさせない理由としてはですね、まあ、他球団に行ってほしくない。えー、もちろんそれもあるんですけど、あのー、まあ、こんな感じでですね、当たり前ですけども、優秀なコーチとかが、どん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 付随して辞めちゃうっていうのが、やっぱ避けたかったので、やっぱ立て直し、 でさえ大変なのに、その、指導者の立て直しまでしていなあかんのかいっていう感じになりますから、これはですね、ずっと言ってたんですけど、やっぱそうなっていくんじゃないかなと思ってますので、そこについてはまた明日とかにお話しできればなと思ってます。ちょっとやっぱ情緒がぐちゃぐちゃなんで今、大丈夫か <laughs> よろしくお願いします。えっと、まず中島監督のコメントをですね。はい、えー。 三連覇したチームとは思えないほど優勝争いに絡めず、悔し、悔しかったと、辛かったと、えー、責任という言葉を使ってたけど、こっちに責任があるから思い切ってやってくれっていう意味で言ってたと。それを考えたら、ここまで落ちるということに関しては責任を取りたいということで、辞任しますと、えー、いうコメントが出てました。まあ、ある種ですね、誠実で、こう、不器用で、まっすぐな、えー、そして頑固な人なんだろうなっていうふうには、 感じましたけど、まあ、辞める決断というのをベストなタイミングで、えー、できるような、そんな意味の単年契約だったんだろうなっていうふうには、やっぱ思います。はい。個人的には、一回もう一回強くしてから辞めてくれんのかなと思ってたんですけど、えー、もうそうなる前にということですね。で、球団は続投要請してましたと、えー、強く止めていただいたんですけど、形として3連覇して、一、まあ、つの時代、そこに何か足りないとなった時に、新しいことを始めるんだったら、新しい人がやるべきだと。 まあね、そうなんですけども、うん、そうなんかな。で、やっぱ強い意志を持って断ってるということですね。で、やっぱ一番の辞めた理由、もちろんこう、低迷した、えー、順位がここまで落ちた、責任を取るっていう一言ざっくり言ったんですけど、細かなところを見ていくと、やっぱり、えー、監督としても思うことがいっぱいあったんでしょうね。はい。今まで通りやってきても、人っていうのは慣れると。慣れという部分が今年は強く出てしまったということで、まあ、タだったり緩みすぎたプレー、 総類ミスしかり、ええー、まあベンチでちょっとヘラヘラしすぎなんじゃないかって解説の方にも苦言されてましたよね。はい。だから、こう、止めきれなかったっていう責任も取るんだろうなっていうふうに思いますので、ええー、ここまでちょっと外部に対して言ってる中島さんも見たことがないので、まあ名指しじゃないんで、ええー、野手全体だとは思うんですけど、あのー、先週の危機感付きメッセージだったんじゃないかなっていうふうには思います。 続けて、まあ、慣れというところ、詳しく言ってましたけど、まあ、マンネリ化というかですね、なあなあになってた部分がすごくあったんじゃないかってことですね。全力疾走とか、講師交代。ここに関しては就任当初からずっと言ってたと。そこだけはしっかりやってくれと。で、買った瞬間にそれやめてもいいんかっていう話で、えー、それがどんだけ言っても改善されなかったっていうふうに言ってました。辛すぎる。<laughs> もうやめないでくれ <laughs>。頼むからやめないでくれ。 頼むマジかちょっとが、聞いるんならすぐちょっと泣きそうになるから、ほんまに。はい。お願います。はい。で、これが CS とか日本シリーズやったら、えー、やるわけだけども、それを1年間通してやるっていう最低限、そこは約束を僕と知ったんですけどね、と。えー、なれっていうのが、えー、理由でそこに関してはもう仕方がないですね、というふうに言ってたんで、まあ相当思うことがあったんだろうな、ということで、まあ野手全体を言い聞かせられなかったんだろうなとは、はい、感じました。 で、二軍監督含めると約六年いたということで、やっぱそれぐらいになるんじゃないですかと。えー、と、ある監督からは五年から七年ぐらいで変わるのが一番いいんじゃないかということで、それだったらあと一年二軍監督は二年やけど、一軍監督まで四年し、やって、四年ですよ。うん、と思いますけどね。はい。で、ふくら GM のコメントですね。ちょっともう、きついわ。<laughs> 中島監督より G の申し出を受け、球団としてはいくども対話を重ね、ル、え、イ、ー、ルイリーにすか、に務めましたが、本人の意思は固く、今季限りでの退任となりました。とても残念な気持ちであることは当然ですが、同時に25年ぶりにリーグ優勝に導き、日本一と3連覇を達成したその手腕には、うん、心からの感謝と最大限の賛辞を送りたいと思います。中島監督と共に積み上げたチームの進化の歩みは、球団にとって大切な財産であり、 さらに強いチームを作り上げることが我々の使命であると考えていますと。あそら残念やんな。いや、俺てっきりさ残念やんないや、残念や。ちょっと T さんの引退とか、アダスさんの引退とかと比じゃないかもしれん、これはあ。で、まあ功績なんて言わずもがななんですよ。 そもそも合併してから2005年からですか、えー、15年かな ?16 年、15年か、合併後 A クラス2回ですね。うち、関途中会員で2位になったのが、まあ、1回ということでしたけど、それを1年目で優勝したと。2年目には日本一。えー、柱が抜けた、マスタが抜けた3年目も連覇ということで、もう言わずもがななんですよね。 やっぱファンも爆増した。もちろん広報の面ありますよ。アイドル売りしたとか、えー、女性織姫が爆増したとかいろいろあるんですけど、やっぱどんな選手よりも、人気やったんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。で、やっぱ若手発掘発掘二軍監督が一番好きな、えー、佐賀だというふうに言ってましたけども、やっぱシーズン通して前半戦でお試しして、後半戦で、えー、戦力がした選手を一気に使っていくっていうスタイルは本当に、 えー、素晴らしかったんですよね。見事だったんで、今年こそね、うまくいかなかったですけど、もう、チルドレンの数、数え出したらきりないのよ。ほんまに。こんだけおんねん。まだおるかもしれんからな。ちょっと、きついなぁ。きついなぁ。ほんとに。だから、大根の時にラオウとかですね、読んだケータム的の中川、えー、読んだ時とかも、なぁ。 もう、すごい新しい風を吹かせてくれたというか、もう生き生きどんどんやったわけですよ。その、上げてきた選手が理由でですね、まあ選手が理由っていうわけでもないか、その、上げてきた中島監督が、理由で、7になってしまって、それでやめるっていう、まあそれのいいところを全部使い切ったみたいなことなんでしょうね。はい。ちょっともうきつすぎる。 ちょっときつすぎるわ。マジで。ああ、誰で言うつもりなん公認は。ほんまに俺聞きたい。やめろやめろっていうの簡単やねん。誰で行くつもりなんかな。誰が辞めて誰がコーチになるとか、そこまで想定して言ったらやめろって。いや、一人辞めてはい終了なわけないのよ、絶対に。それは聞きたいよね。本当に。視聴者の中でもいるでしょ。辞めた方がいいっていう人いると思うから。ちょっと教えてください。 私は